Hello, my name is Ryunosuke Kissy. Hello, my name is Saori Furuta. Let's start! Kissy, Furu, LargeTube! This corner is YouTube を通じて長崎を活性化させようと活動している YouTuber の方をレギュラーゲストにして動画 YouTuber としての活動、内容の掘り下げ、実践、体験などをレディオでお伝えいたします。今日の YouTuber は初の外国人ゲストです。この方です。 Hello, こんにちは。こんにちは。こんにちは。 My name is Drew Badger. I'm from Chicago in America. Wow. シカゴ出身のドリューさん。 Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Wow. And?あ、ダイゴ TV のダイゴです。どうも、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はダイゴさんが通訳をしてくださるということでしておりますよ。いや、本当にもうラジオで披露するような英語力ないですからね。もう岸君と沙織さんに期待してます。あら、期待されても困ります。みんなが困っている状況ですが、はい、まあ、でも長崎 YouTuber 会にドリューさんが加入されてるということですね。はい、もう半年前からですね。ドリューさんはどんな YouTuber なんですか？ What do you do on YouTube? I teach English on YouTube. YouTube 上で英語を教えていらっしゃると。素晴らしい。これはその YouTuber、はい、日本人向けにということですか？いや、これチャンネル見てもらったら分かるんですけど、はい、全部英語なんですよ。全編英語で、はい、All English。 All in English。 All in English。 だから私が見てもよく分からない。もちろん字幕スーパーなんかもないです。英語で、はい、そうです。ただやっぱ英語を学びたい方にとってはいい動画になってます。ドリューさんは何者なんですか？普段は何をなさってるんでしょうか？What do you do for work? I have a company teaching English. So making videos and releasing an app. そうなんですね。もう会社を経営されていて、英語を教えたり、アプリケーションを作ったり。あ、沙織さん完璧ですね。っていうことですね。アプリケーション。わお。スマホのアプリですね。どんなアプリですか？スマホのアプリ。What kind of application? もうすごいね、もう英語は上手です。いや、ドリューさんも日本語上手だよ。ごめんね、ちょっとドッキリみたいけど。何これ。すいません、ドリューさん日本語本当はベラベラです。嘘やん。いや、だからさっきの英語はめっちゃ上手ですよ。すごいよ、発音もね。嘘やん。いや、さっき通訳の人来たけどどっか帰ったとか。嘘やん。ゲナパネじゃないですよね。日本語喋れる。僕落ち着けずに全然喋ってないの分かってました。僕もう中3で英語止まってるんですよ。いやマジ。いや、本当この2人だけ、私なんで知らなかった。なんでこんなことするんですか？それは YouTuber だから。やられた。もうね、スタッフみんなそれだから。お気をつけてよ、もう動画も今マジで録画してるから。じゃあドリューさん、このスタジオ入ってきて僕のたどたどしい感じも映されてた。マジで。Oh no, oh my god. Oh no。 ちょっとラジオでね、表情が映ってないから分かんないと思うんですけど、特に岸君の顔が硬直してました。そう、僕が質問するべきこともね、古田さんが今してくれてたんですよ。あ、いや、古田さんの英語力すげえな。英語全然喋れない。とんでもないです。いや、びっくりしました。おっと、カインドとかね、久しぶり聞いたよ。いや、もうここからドリさん日本語で全部もう大丈夫ですよ。 You は何しに日本へ。何ね。もともと植木を勉強しに来たけどね。植木、そうそうそう、盆栽とか日本庭園枯山水とかけど、今は枯山水、そうそうそう、用意してるね。もう英語も教えないといけないけどね、ビザをもらえなかったからね。今までそうやってもう日本に来てけど、どっちももう今はもう残念ながら植木は全然やってないけど、けど YouTube でちょっと世界に英語を教えてるんですよ。へえ。やばい、未だに受け入れられない。でもそのアプリの方はどんなアプリなんですか？それは世界の、もう世界初ですね。英語で英語を勉強するアプリですね。英語で英語を？やっぱりね、日本人がよくね、英語はわかる。
と思いますけど、ね、あまり喋れないですね、はい、でそれでみんなはもう日本語で英語勉強してるから、うん、だからもうなんか言いたい時にも通じないといけないでしょう、うん、考えないといけない、うん、もう日本語で英語でなんか、そしてあまりもう文章が出てこないでしょう、はい、だからもう日本語で勉強してるから、けど英語で英語勉強するなら喋れるようになります、ね、へー、だからそのアプリはもういっぱい作りたいけど、最初のはその発音とか目を聞くもう練習とか、そのアプリ作ってるんです。アプリを作るってかっこいいな。まあいいですね、うん、それを例えばもう幼少期小さい頃から英語に触れると、そうそうそう、もう英語の耳ができて、そうです、もうそれでも使えますけどね。へー、あー、今からでも遅くない。ちょっとアプリ触ってみましょうね。ちょっと岸君やらんといかんやろ、うん、ああもう残念ながらもうラジオけどね、もう見せれないけど、でももう動画でもう確かに見せれない、ね、けど後でも見せれるんですよ、うん、Let's try、うん、ウエス。おかしくなってる、岸君が動揺してペースを完全に握られましたよ、ね、ドーネさんにね。僕でもまだもう日本語はね、まだ何年ですか。今2003年に来たけど、そう、来る前は全然日本語は知らなかったけど、すごい2、3年でこれだけ流暢にお話しされるんですね。2003年、そう、そう、もうサブリさんもちょっとおかしくなってる、おかしくなってますよ。英語より数学ね。え、アプリの名前は、あのフレデリック、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 そうです、あ、フレデリック、もうカタカナでもう検索したら出る。なんで長崎にいらっしゃる、うん、もともと長崎決めてないけど、あの、うん、ジェットプログラムで、それは英語のもう教師が日本に来てるプログラムですね、それは全国に一番大きいです、はい、アメリカから来て、もう京都か北海道に行きたかったけど、うん、いや長崎に行きなさいみたいな感じで、だから全然知らなかったけど、はい、どこにけど、もうだんだん好きになってるから、で今 もう家族できて、家内も日本人、子供2人も、家内もって言うんですか、それはピラピラなはずですよという、そうなんですね。いやでもね、こう外国からいらして長崎でこう暮らしてくれてるっていうのが嬉しいですね、うん、どのタイミングで長崎 YouTuber 界に入られたんですか、うん、あ、それは2010年からかな、あ、YouTube 始めたのは、そうそうそう、うんうんうん、でこのお二人の出会いは半年かな、そうですね、今年の2月、へ、突然ドリューさんから私にメールが来たんです、はいはい、そうそうそう、彼のチラシを見たからね、私 YouTube やってますけど、うん、会いませんかみたいな、なんだこの外人はって思ったんですけど日本語で書いたでしょ、日本語で、でもなんか面白そうだなって思って、会ってからの付き合いですね。で、あの、何でもこうチャンネルの登録者数がものすごい数だと。ああ、それはあの今全国トップ300ぐらいですね。何ですかこの金色の板？ああ、これはあの、はい、長崎の、あ、長崎関係ないけどね。あの YouTube、これアメリカから来たんですね。どうする？あの、何これ、金の盾。金の盾。金の盾です。A4 より大きいぞ。はあ、これ YouTube のマークが書いてますけど、そうです、そうそうそう、これ YouTube のなんか登録者の勝負です。そうなんです、あの100万人もあったからね。100万人、そうそうそう、登録者数、そう、今106万人ですかね。すごい、なん、うん、はあ、もう数えられないけど、ね、そうなんですよ、長崎 YouTuber 界もう超ビッグな外国人助っ人じゃないですか、やばいです、ね、いや本当これ100万人超えるとこの金の盾っていうのを、何これ、 YouTube からいただけると。知らなかった、おそらくこれ、あれですよ、長崎県内にダイヤモンドもあるけどね、ちょっと持たせていただいていいですか、あの、わ、ずっしり重い、重いね、もう結構痛いですよ、カロがね、気をつけてください、かっこいいこれ、うわ、もらってみたいもんですね、かっこいい、もうあの、トップ YouTuber の証ですよ。あ、なるほどね、全国で300、そう、トップ300、トップ300、すごい、本当に世界を見せてるんだ。もう有名じゃないと思うけど、だから世界中のもう人が見てるから、けどたまにも見られてるですね、ドリューさんじゃないですか、有名人だ、うん、けどそれはもう DAIGO TV とも比較になる、会長が胸張ってくださいよ、会長
いや本当重い、ホームベースより重い、ファーストベースぐらいの重さありませんもんね。伝わらないと思いますけど。伝わらないですかね。いや思ったことない。かっこいいなドリューさん。まあ、こういう YouTube の表彰制度があることも知らなかったですね。知らなかった。そうそうそう、これはね。アメリカから来たんです。いや多分あの日本にもあるかもしれないけどね。ああわかりました。本当 YouTube っていろんな意味で夢があるなと感じましたね。あのお時間迫ってますけど、最後に一言ラジオを聞きの皆さんにお願いします。はい、あのもうみんなはもう英語を勉強したいならもう自分で勉強した方がいいけどね、うん、けどもう日本語をもう使わず英語で英語を勉強した方がいいですね。けど僕のチャンネルに行きたいならあの、うん、もうほとんどあのもう大人のためですね。もうみんな分かる人、英語は分かる人、はい、けどあまり喋れない人のためですね、はい、けど子供の動画もありますね、はい、あのアプリがフレデリックですね。アプリフレデリック、そしてドリューさんの YouTube チャンネルも登録チェックお願いします。よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。エンディング The End The End すげー